で、みんな、はい。ごめん、ロニエ、ティーゼ。あ、謝らないでくだ。そうですよ、そもそも私。いや、そんなことは。まあ、全員無事。俺たちが油断していたのは事実だ。はい、自分たちも。俺たちも頑張らないとな。うん。さ、目標は倒したし、学院。
心配でいればきっと戦いたい会場が来た。
君と一緒にきっと勝てる。失敗するきっと戦いの大丈夫なになりたいんだ。
Thank you.
この辺りで少し休んでいこうか。ああ、そうだな。それより今回は本当ですか？ああ、二人だけでもよ。さすがに。そういえば出発の前に。そうでした。お願い？大変申し上げにくいことなんですが、指導生の変更申請に関して。それは僕のそば好きをやめ。違います。私たちじゃないです。お二人のそば好きはむしろ変わってほしいって変更をお願いしたいのは、真面目で一生懸命で。実はフレニーカをそば好きとして指名なさった上級修験、特にここ数日ちょっとした学院内では少々不適切と思えるようなフレニー。あいつ友情に返り討ち食らったくせに。返り討ちになんかしてないよ。結果は引き分けだ。つまり腹いせって。そう、それです。たて屈辱的な御用をお命じになられていると、私には私のお父様は言っても貴族であるということは、 そしていつか戦が起きた時はジーゼック家は四区に大きな屋敷ならば、ジーゼック上級衆、たとえ禁忌目録に常に考えねばならない。ジーゼック上級衆剣士とのの行い。フレニーカは昨夜ベッドで。素晴らしいお父さんだな。いくら上級衆剣士でもが。はい、それはい。いや、それ以上言わなくても。その不確か蕎麦好き初等練士の指名を解除。誰かがウンベールを止めなきゃいけない。ああ、禁忌目録には書いてないけど、法をただ守るんじゃなくて従うよりも。うん、その通り。考えることは人間の一番強い。定められた法にただ従うことが。さあ、そろそろ戻ろう。はい。とはいえ、まあ俺たちが下級。しかしウンベールはともかく、ライオスは闇で。そんなライオスがウンベールがそばつき、正式な懲罰はなくても悪い噂。自尊心の塊みたいなあいつなら、ライオスにもお手上げなくらい。ウンベール、その原因が僕との立ち合いなら。だからさ、もしかしたらこれは友人。まさかそんなことはありえないだろうけど、それでも聞き入れないようなら管理部に。ああ、よし、まずは僕が喋るからね。任せろ。それじゃあ、ユージオ集権士とキリト集。事前に伺いも立てず。よいよい。ライオスド。それで。ジーゼック修剣士に関して、学友がその芳名を汚す。ほ、これは意外であり。しかし惜しむらくはその噂と。ジーゼック殿がご自身のそば心当たりが終わりでし。無礼であろう。加盟も持たぬ辺境の会。まあそう一り立つ。生まれは違おうとも、今は屋根をな。とはいえ、それ互いに無意な時間を過ごしたくは。ジーゼック殿のそば好きと同一。ほう、ウンベールのそば好きが自らの。いや、そならばウンベール殿。ふん、逸脱ですが、学院則で禁。ほほう、それではユージオ殿は。やれやれ、さすがに付き合。とんでもない。元より俺。なぜならあの娘は。まあ、ユージオ殿と引き分けて以来、これまで身に。そこでやむな。その上、制服が濡れてはこ。一体このどこ。ウンベール殿。何がおかしいのですか。いいえ、ユージオ殿もそば。何を。
あれは先輩ならば、ウンベールも咎められまいな。その通り。私のことはフレニーカー命令に抗いはせず、今後改善が見られないようならご自由にさ。ひとまず落ち着けよ。剣があったら危なかったな。そういえばそんなこと言ってたね。ウンベールはともかく、ライオスのやつは、つまりライオスがウンベールの行い、とにかくユージを言いくる、今後もフレニーカが恥ずかしめられること。うん、そうだね。なあユージは、なんだい。俺のいないとこでまた連中に何か言われても。分かってるよ。次の日、ユージを上級集権したの。はい、ご苦労様。いえ、そ、フレニーカの件、あいつもこれ以上大ごとにはしたくない。近いうちきちん。そうですか。前にも話したけど、今回フレニーカを恥ずかしめて僕が抗議に来た僕に、あわよくばだから、フレニーカ一度僕からもちゃんと彼女に。ユージを先輩の責任では。そうか。いいえ、悪いのはジーゼック長。それに今回だけでな。でも彼女はジーゼック上級集権士殿の布教を買えば。そうだったんだね。ユージオ先輩、フレニーカが憎いわけでも、恨みキリト先輩は貴族でも、ジーゼ本当の誇りは階級。ティーゼ、私強くなりま。あ、僕も。今日俺とユージオは浪人たち、今日は二人とも課外授業には積極的だし。あ、そうかもな。うん。あ、そうだキリト。いや、見てない。四帝国統一大会の結果が載ってたん。うーん、まったく。今年の優勝者なんかより。それはそうだけどさ。そうしてくれ。じゃあその件の目。いや、まだ早いとこ決めなよ。いつまでも。うーん、俺の暮らしてたとこじゃ。なあユージオ。うん、もう遅いな。ロ、確かにティーゼとロニエ。嫌な感じがするな。おいキリト。まったく。でもキリトが心配。あの、よかったし。ユージを上級し。あ、ごめんかい。君が。ユージを集権士殿には。あれ以来ウンベールから。それが、私、そう、ティーゼとロ。なん、でも待っていても。わかった。それでキリトが戻ってきたらウンベールと。最初からそれが目的だったのか。とにかくウンベールの。ずいぶん遅いお出ましだな、ユージを上級集権士殿。さあさあ、どうぞ入ってくれ。チーズ、ロニー、一体どういうことです、ライオス殿。なぜ僕とキリトのそばつきがあのような扱いを。これはやむを得ない処置なのだよ、ユージオ殿。シュトリーネン初等連士とアラベル初等連士は今宵この部屋を事前の面会伺いもなく訪れ、その上我らに甚だしい非礼を働いたのだ。非礼とは。あの下級貴族の娘どもは四等尺子の私がそば好きを理由なく虐げ、欲望を満たしているなどと言った。
さらにあの二人は同室の私にも責任があると主張し、天津さえ貴族の誇りはないのですかとまで言うと、いかに私とライオス殿が寛大でもこれほどの逸礼行為はさすがに見過ごせなくてな。しかし少女を縛り上げるなどあまりにひどい。これは傑作ですな。ユージオ修剣士殿はこの程度のことが我らの採決だと思っておられるようですぞ。やめろ動くな平民。これは帝国基本法及び禁忌目録にのっとった正当厳粛なる貴族の採決である。そして採決権の妨害もまた重大な違反行為だ。そこから一歩でも動いたらお前は法を破った罪人となるのだ。体が動かない。そして右目がうずくように痛む。そう、これはあの時感じた痛み。あの時もそうだった。僕はまた繰り返すのか。いや、助けて友情先輩、友情先輩。くらいで天命がなくなりはしないと何かの本でも読んだぞ。その絹紐でも巻いて血を止めておけ。それより見たか、ウンベール、お前の腕を切り飛ばしたのはそこの田舎者の剣だぞ。素晴らしい。こんなここまでの禁忌を犯す人間を私は初めて見た。貴族採決権の対象は下級貴族と狩猟地民だけだ。禁忌を犯した滞在人とあらばその限りではない。この私とても実験で人の首を落とすのは初めてだ。いや、父上や叔父上さえそこまでしたことはあるまい。これで私はさらに強くなる。有事を修剣し、ひんや滞在人ユージオ、三刀尺子嫡男たるこのライオス・アンティノスが汝を貴族採決権により処刑する。天命の全てを神に捧げ、その罪を償うがいい。きっと剣を引け、ライオス。お前にユージオは傷つけさせない。ようやくのお出ましか、キリト修剣士。しかし少々遅すぎたぞ。そこの田舎者はもはやこの学院の生徒でも、それどころか帝国の臣民でもない。禁忌目録に背いた滞在人だ。ならば私、この三刀尺家長子にして首席上級修剣士たるライオス・アンティノスにはその罪を採決する権利がある。お前こそ下がってそこで見ている。いつぞやの花のようにこの罪人の首が落ちる様をな。
禁忌だの貴族の権利だの知ったことか。遊女は俺の親友だ。そしてお前は闇の国のゴブリンに戻るクズ野郎だ。なんともこれは驚いた。辺境の田舎者同士仲良く大逆の罪を犯してくれるとはな。これで私はお前たちを揃って処分できるわけだ。という良き日か。これぞステイシア神の導きというものだ。コイライオス、積もり積もった借りまとめて返せ。紐を解いて私の傷口を縛れ。やだ、これを解いたら俺の天命が減る。その命令は禁忌目録違反だ。なんだと、ウンベール、貴様。だが私の血が、ウンベール、お前禁忌、しかし天命が。一体何が。自分の命と禁忌目録、ライオスはどちらかを選ばなければいけない状況に立たされてるんだ。自尊心の塊である彼にとって自分の命は何より大事だろう。だが同時に絶対の法である禁忌目録に反することもできない。禁忌、全滅、禁忌天命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 。ティーゼのせいじゃない。いいんだ。ティーゼとウンベールは言っていた。お前は人間だ、俺と同じ。いくつ。次の日。ユージオ。うん。ちゃんと見えるよ。よかった、アズリカ先生は。そうだね、禁忌目録に背いた罪人なのに。それに気になることも言っていた。もしかして。ああ、あなたたちはこの世界の新禁忌目録、いえ氷教会それ自体さえも。それからアズリカ先生は、自分は最後まで右目の封印を破ることができなかった。ああ、だからこそお前は先に行けると言った。右目の封印、やはり。そして友情はロニエとティーゼを救うために法に。だが限界の突破を目的とした実験を行って。キリト、こんなこと。アズリカ先生は、俺たちがあの塔に達した時、俺たちはこれからその塔、目指していた場所に予定より早く行くことになった。うん、キリト、友情、氷教会より無
飛竜がいるってことは会ってみりゃわかるさ。北セントリア定律集権学院所属。同じく。セントリア地域統括氷協会整合騎士アリス・シンセシス・サーティです。アリス、君なのか。アリスなのか。アリス、友情。言動には気をつけなさい。私にはお前たちの天命の7割までを奪う権利があります。次に許可なく触れようとしたらその手を切り落とします。しかし天命を3割減らすつもりで撃ったのですが、その半分しか減っていない。身の裁きだけで受け流したのなら、あるいは殺人の大罪を犯すだけのことは。あの騎士がお前の探してたアリなら、この場は罪人としてでも。立ってついてきなさい。上級集権士ユージ、そなたらを近畿上皇定職の ティーズ。ロニエ、ダメだティーズ、来るんじゃない。騎士様、先輩たちに剣をお返し。いいでしょう。ただし罪人に剣を帯びさせるは、会話をするなら1分間に。友情先輩、ごめんなさい。違うよ、こうなったのは全部僕。今度は私頑張って。だからキリト先輩、ありがとう。時間です。キリト、アリス、ねえ、どこに隠れてないで。はや、死ぬ。なあ、そろそろ戻ろうぜ。荒れちゃうよ。まだ大丈夫よ。もう少し、もうちょっとだけ。どうした。ねえ、君たちは僕にとって何よりも。カセドラルの地下牢へ投獄された俺、さらに地下牢から脱出するために。どうした友情。懐かしくて不思議な。僕はん、子供。うん、そうなんだ。友情なんでもない。俺も前に子供の。友情は前も、アリス、友情も同じような記憶。きっと疲れていたし。まあそうだな。さてと、ここから脱出してアリスに関する真実を探るということは、つまり氷協会に真っ向。今後は何か行動を起こそうとするたびに、今すぐ覚悟を決められそうになかったら。ああ、分かってる。僕はもうアリスと一緒にルーリットの村へ帰る。あの整合騎士が本物のアリスなら、僕にとっては法で禁じられていたとしても。そうか、お前の覚悟しっかり伝わったよ。アリス以外の整合騎士ともまともにやり合って、うん、よし行こう。